こんにちは、イマジンハート研究所のナオリンです。今回紹介するのは、これはですね、愛話ですね。いつもソニーのウォークマンやってるんですけれども、これは愛話の、まあ、ウォークマンタイプの、これステレオなんですけど、ポータブルプレイヤー、レコーダーでもあるんですけど、これがね、片面がですね、どれだっけ、片面どこ、あったあった、HS、ここね、見えるかな。ここにありますね、ここね。HS-iPhone J20 っていうモデルですね。これがですね、できたのがですね、1988年頃みたいですね。そう、80年代の後半ですね。ソニーなんかも、この頃ですね、やっぱり、最盛期って、技術的にはこう最盛期だったような気がしますね。メカ的にね、すごく凝った作りになってた時期ですね。これは、まあ、アイワですけど、これはオートリバースがついてて、これはね、ラジオも作るタイプですね。どっから説明しようかな。こう、フロントパネル、こうありますけれども、これね、フロントパネル。これがね、液晶表示。あとでちょっと電池入れますね。液晶表示でしょ。そして、ここね、ここホールドって書いてあるのがですね、ここホールドって書いてあるんですけど、これがね、テープじゃなくてですね、このラジオの操作をこうロックする機構ですね。で、まあ、この辺にチューニングのやつとかありまして、これ時計も機能ついてるんですね。で、時計合わせなんかもこうするんですけど、あとバンドはテレビと AM と FM が入ります。はい。そしてこちらの側面がですね、これがテープ関係ですね。ここに、プレイボタンがあってですね、これはディレクションですね。リバースしたりするときに使う。あとはストップボタン、これレコードボタン。そしてこれは、巻き戻すとか早送りがあります。そしてですね、ここがボリュームですね。そしてこの辺にテープのモードとかが決まできるんですね。ポーズがこんなところについてますね。ポーズボタン。あとここがテレビとラジオとテープの切り替えですね。で、上の方に、ですね、まあ、イヤホンとですね、マイクの端子がついてます。ミニジャックですね。これね、カセットボーイっていう名前ですね、あれは。そうですね。そしてですね、これは 2V なんですね。2V 仕様。2V の DC、アダプターがつくようになってます、ここに。そして、電池部なんですけど、これちょっと面白いんですよ。バッテリーのね、電池。これはですね、こう、2段階になってます。1段階はですね、ここ。これ電池、ガム型の電池なんですけど、ちょっと違うんですね、ウォークマンの電池とね。こういうガム型の電池がついてます。そしてですね、もう一段外すとですね、どっちこっちかな。もう一段外すとですね、ここにですね、単4の電池が入るようになってます。これね、ちょっとね、ここ断線してたんでね、ちょっと修理してるんですけどね。まあ、後でちょっと動かすためにこれ電池を入れていきます。はい。そしてですね、
これでね一応ねこうバッテリーが入りますね。でこう電池、まあこういう電池なんですけどね、これは多分ねアイワ特製の電池ですね。だから今で言うとなんだろう、デジカメなんかのねリチウムイオン電池がみんな機種によったりとかですね、メーカーによってみんな違うと思うんですけど、この頃のですね、まあ電池もある意味こうなんていうんですかね、各社特徴を持ってて、まあガム型電池、通常のはねこのソニーのこういう電池ですね。これに関してですね、長さ方向はそんなに変わらないんですけれども、ね、こう厚さもこう厚さとかちょっと違いますでしょ。これね、はい。それで端子がここについてるんですよね。ここに横にね。そしてこれをこう入れてですね、やるとですね、ここがね、本体側にもついてるんですけど、ここがねバッテリーの端子になりますね。でここがこうなってて、ここに合わさることでですね、バッテリーがこう本体側に接続でされるんですけど、でアイワはまあこういうタイプなんですけどね、アイワはねなんか知らないけど結構いろんな電池作ってますね。以前もアイワこう修理したことあるんですけど、今ほとんど修理してないんですよ。その大きい理由がですね、電池なんですね。これアイワの電池、これもアイワの電池です。で、これもアイワの電池です。みんな形状が違います。これは、まあ、大きさ的には、ソニーの普通のガム型電池とそんなに変わらないですね。厚さもそう変わらないですね。はい、なんですけど端子がねこっち側に2つついてます。片側は何もないんですね。こういう電池もアイワさん出してます。あともう一つはですね、こういうちょっと厚めのねやつ、これも出してますね。これも端子はこう1つの方向についてるんですけど、なのでね、そしてこれがですねこう内蔵されるわけですね、ウォークマンタイプのね、アイワのね。その時にこれがないとね動かないんですよね。外付けの、乾電池をつなぐですね、乾電池で動かすことのできる、まあバッテリーパックっていうかですね、バッテリーケース、電池ケースというか電池ボックスがあるんですけど、まあウォークマンなんかの場合ですね、この辺のねこう電池ケースがですねかなりね紛失しちゃってるんですよね。まあちっちゃいものなんでどっかですね忘れてきちゃったりとかですね捨てちゃったりとかしたんだと思うんですけど、なのでねバッテリーの外付けのね電池ケースがないとですねほとんどですね動かせないんですよね。だから修理して機械が動いても電池がないんで動かないっていうケースがですねアイワのものには多かったんですね。で後の方になってからのアイワはですねこのソニーと同じ、通常今も売られ新品で売られてるねガム型の電池に変わるんですけれども、なのでちょっと古いタイプのですねアイワの、カセットレコーダーっていうのはですねステレオタイプですね、ウォークマンタイプの、これはですね電池がネックになってね動かせない、修理しても電池がなくて動かないっていうケースが結構多かったんでね、今後ねこうソニーの、まあ、電池ボックスもそうなんですけど、電池ボックスもちょっと3D プリンターとかですねその辺で作ろうと思ってますんで、その辺ができるようになったらアイワの古いタイプのやつもまた修理してみようかなと思ってます。でアイワのね、カセットなんですけど結構ですねなかなか目がしっかりしてますね。
アイブはですね、2000年になってから、2000年代になってソニーに吸収されるんですけど、それまでは、まあ、独自のですね、オーディオメーカーとしてですね、ずっとすごい古い歴史を持ってるんでね、さすがにね、それだけこうオーディオに特化したメーカーですからこの中、今回は見せないんですけれども、中もですね、まあほぼですね、ソニーに匹敵するぐらいのですね、作り方してますね。なのでね、結構ですね、マニアックな人にはですね、受けるんじゃないかなって思ってるんでね、その辺の、まあ、これもそうなんですけど、こういうタイプのやつはですね、まあ、直していきたいと思います。ちなみにこれはね、お得意さんがね、直してくれっていうことで初めて、直してみたんですけど、はい、ゴムベルトンは、これはね、幅1ミリの、ゴムベルトで大丈夫ですね。戦国さんのゴムベルトで大丈夫です。ただですね、ゴムベルトの内径がですね、やってみたらですね、80ミリですね。私が扱った中では、こうポータブルの中では一番こう内径の大きいゴムベルトですね。それを使うとこれ治りますね。あとはね、結構ね、さっき言ったようにこの電池ボックスのね、配線が切れてたのとかですね、この裏側の、フレームの金属フレームがですね、変形してたりとかですね、この裏側かな、あとはね、端子、この辺のね、スライドスイッチのですね、スイッチの、ね、接触の、劣化ですね、抵抗値がすごく高くなってるっていうケース、これね、あとはゴムベルトですね、その辺かな、これでやったのはね、あとね、電池ケースの電池のね、バネのところね、これがね、なんか知らないけど、こう被膜がね、かなり厚くですね、付着しててですね、電気が流れなかったんで、その辺はまあ、綺麗に掃除っていうかですね、ちゃんと復活させてるんですけどね、はい、そんなところかな、これで言えばね、はい、じゃあちょっとね、あ、ちなみにね、そうだ、忘れてた、これもね、シャープのね、これは何だろう、これリチウムイオンなんですけど、これはあれかな、MD かな、シャープの MD かなんかの電池かもしれないですね。こういうね、電池がね、たくさん出てるんですよね、いろんな種類がね、なのでちょっとね、電池統一してくれると非常に後々ね、楽なんですけど、やっぱりメーカーとしては自分の特性を、自分ところのね、特性を出すためにですね、いろいろ工夫するんで、その電池なんかもいろいろと各社いろいろと工夫してるんだと思います。相葉さんね、こんなに種類作らないでほしいですねパッと見ただけで3種類ありましたからね、手の元にある中にね、はい、ということでですね、ちょっとね、じゃあ試しに音を出してみようかな、はい、これで、デモテープをちょっと入れますね、あ、ちょっと引いた、テープを入れてですね、そしてですね、はい、じゃあ入れます、これなんかでっかくなりそうだな、とか、あ、違うか、はい、こんな感じで、これね、これね、テープはね、これ見えないんですよね。で、これバッテリーのインジケーターですね、ここね、ついてますね。ここのね、液晶はね、特にカセットの時はあんまり意味ないですね。時計とですね、チューニングのね、周波数とかをここで表示されます。
これ知らない、あ、ここにあるんだ、リバースプレイ、フォワードプレイ、こ、あ、そうかそうかそうか、ここ、ここ、ちょっと見えるから、一緒、かっこいいですよね、結構ね、結構マニアック、マニアックだって言ってました、あの、頼んで、頼まれた人がですね、はい、これ、フォワード方向にこうプレイしてるっていうことでしょうね、ここね。じゃあちょっとリバースしてみますね。リバースこう、はい、あ、リバース、あ、なかなかいいですねこれね自分で欲しくなっちゃいましたねこれね残念ながらですね、これはオークションにはかけられないんですね、これ預かり物なんでね、これちょっとね、時計のセットの仕方はちょっとよかないんですけどね、まあセットするとこんな感じ、時計があって、ほんでここね、なかなかいいですねこれね、はい、ちょっとリバース、はい、あ、こういうものです、結構貴重ですねこの辺ね、なのでまたこういうのオークションでですね、安くですね私の場合高いやつは扱わないんでね、安いのがあった時にですね、ぜひとももう一回私も購入してみたいなと思います。なかなかね、相葉さん、この頃ですね、いい仕事してますねまた中開ける、中もね本当は見せたいんだよね、中はね結構いいですよ、あのこれはねウォークマンの、これはね FF40 なんですけどね、40じゃねえ、 F404 っていうやつなんですけどね、これもね、あの重量感がある、この同じぐらいの時期じゃないかなと思うんですけどね、これはね、うん、これも重量感あってかっこいいんですけど、このカセットボーイ結構かっこいいです、はい、ということでですね、またこの辺のねやつを見つけたらですね、ちょっと直してみたいなと思います。ちょっと相葉さんもね、もう古い、さっきも言ったようにメーカーなんで、今後ですね、ソニーを中心に、ね、その周りのですね、パナソニック、相葉、東芝、うん、その辺のやつも、シャープもそうか、日立なんかもありますね、日立も1回ぐらいやったことあるかな、やってみたいと思いますんで、はい、チャンネル登録、今日見たらですね、さっき見たら799人になってましたね、登録者ね、まあこのようにですね、勝手に自分の好きなものっていうかですね、私の興味のあるもの、私が大事だなと思ってたりとかさ、するものに関してですね、いろいろとレポートしたいと思いますんで、気に入った人だけで結構なんで、気に入らない人は登録しないでください変なコメントもらっても嫌なんでね、変なコメントはしないでください。ブロックかけますんで、嫌われるのは別に構わないんですけどもね、嫌がらせされるとね、こう時間取っちゃってね、貴重な私の時間がなくなってしまうんで、その辺はね、対応しますんで、まあ、気に入った人ね、あとね、ちょっと忙しくてね、編集できないんで、編集はですね、見る方でしてください。こんな、情報いらないよって思ったら、まあ、スマホでも、パソコンでもですね、簡単にスキップできますんでね、勝手にですね、必要なところだけ見ていただければ結構なんで、ほとんど編集はしてないんでね、BGM 流すぐらいしかしてないんで、よろしくお願いします。チャンネルの登録ね。あとこれはさっき言ったようにオークションにかけませんけれども、今50台ぐらいですね、オークションにウォークマン、大体ウォークマンですね、出してますんで、こう今なんか僕はよくわからないんですけど、実感はちょっとよくわかんないんですけれども、なんかね、アナログブームっていうことでレコードとかですね、テープなんかも、あ、これリバースかかるな、テープなんかがですね、人気らしいんでね、まあ
体験ということもあるし、まあ、懐かしいこうテープを聞いてみようと思った人はですね、ぜひともですね、オークションに、オークションから購入してください。結構安いものとかも出してますんでね、よろしくお願いします。はい。いや、そのオークションの URL はですね、URL はですね、説明のところに載せておきますんで、よろしくお願いします。はい、ナオリンでした。どうもありがとうございました。今日はちょっと、電池、ね、充電池、ウォークマンの、ガム型電池についてもちょっと説明してみました。あ、ちなみにね、この、アイワのね、この辺のね、電池はもうほとんど入手できないですね。海外でも調べたんですけど、ありません。僕が持ってるこの辺のやつはですね、もう完全に中の液がですね、こう、なくなっててですね、こう、充電すらできない状態ですね。電流が流れ込んでいかないんですね、もうね。というふうになってますんで、電池はですね、もうダメですね。相葉さんの電池は入手できません。こんなのでね、やろうと思ったんですけどね、こんなやつでですね、作ってみようかと思ったんですけれども、これすらですね、ちょっと入手できないんでね、これはちょっと1セル、1.5 ボルトのこんなちっちゃいやつね、があるんですよ。これが半分ぐらいの大きさなんですよね。これを2つ利用してですね、3ボルトのセルを作ろうと思ったんですけれども、ちょっとこのやつもですね、サンプルっていうか、やっと入手したんですけど、ほとんどですね、手に入らないんでね、これは海外から送ってもらったのかな。なので、こう、電池はね、やっぱ、ガム型電池はこれだけですね。この、今もウォークマンの、だって、ソニーのね、ガム型電池。これアマゾンで、だいたい1本1000円ぐらいですね。充電池込みで1300円というのもありましたけどね。充電器込みでね、1300円というのもありましたけど、だいたい1本1000円ぐらいですね。はい。ということで、どうもありがとうございました。ナオリンでした。失礼します。